はい、マスヤマでもしもし。はい。お姉ちゃんだよ。はい<え>。お姉ちゃん。誰ですかお姉ちゃんだよ。どちら様ですかひとみです。はある日、福島県のとある一家にかかってきた一本の電話。この電話の主は、約一年前に行方不明になった、マ山ひとみさんという女性でした。 ひと見さんは結婚式を3週間後に控えていたにもかかわらず、突然と姿を消してしまったのです。しかし、ひと見さんの父親は電話の声を聞き、うちの娘ではないと証言し、家族もひと見さんの声ではないと断言しています。一年間、何の音沙汰もなかったのになぜひと見さんは急に電話をかけたのでしょうか。電話の主がひと見さんではないとしたら、一体何者なのでしょうか。さらに ひとみさんの婚約者であった男性は、一年もの間、一度もひとみさんを探そうとしなかったというのです。不可解な点が多い、原町市女性失踪事件。事件の詳細を見ていきましょう。1992年2月、福島県原町市で、松山ひとみさんという女性が行方不明になりました。この日、ひとみさんは結婚を機に退職することになっており、勤務する司会委員の最後の出勤日でした。 同僚から花束を送られて嬉しそうに職場を後にしたひとみさん。しかし、この直後、行方がわからなくなってしまうのです。19日13時過ぎに歯科医院を出て、13時40分には約500メートル離れたコンビニエンスストアの裏にひとみさんの黒の軽自動車が止まっているのが目撃されます。この日はまだ2月。福島という土地柄、外に出るのにダウンジャケットは必須です。しかし、 車には鍵がかかっており、ダウンジャケットは残されたままでした。スーパーに行くなら財布を持っていく必要がありますが、財布などの貴重品は置いてあり、さらには大切な結婚指輪も残されたままだったのです。なぜ何も持たずにいなくなってしまったのでしょうか。謎が多いこの事件。そして捜査の過程である説が浮上します。失踪した当日、 歯会医員に電話をしてきた謎の女性と会っていたのではないかというのです。結婚が決まってからの不可解な出来事。結婚した頃から深夜にひとみさんの自宅には無言電話がかかってくるようになります。はい、松山です。もしもし。もしもし。もしもし。 同じ時期から、ひとみさんは車を傷つけられたり、いたずらされたりと、悪質な嫌がらせを受けるようになります。そして、不思議なことに、ひとみさんが失踪してからは、このような嫌がらせはなくなったというのです。ひとみさんの身に、一体何が起こっていたのでしょうか。ここからは、ひとみさんの人間関係を詳しく見ていきましょう。婚約してから不可解な出来事が起きたということは、少なくとも婚約者が関係しているのではないか、 そんな風に疑ってしまいます。ひとみさんは日記に婚約者への気持ちをこう綴っていました。お昼休みに〇〇という OL からテルがあった。彼には切れていない女がいるという。彼に聞いてみると嫌がらせだという。そんな女は知らないとも言ってた。でも勘は当たってた。割と冷静な自分がいる。もう一度、 信じてみようと思う。婚約者に疑問を抱くも、もう一度信じてみようと決心するひとみさん。どう考えても怪しいこの婚約者ですが、それ以上に、婚約者への愛や、信じる気持ちが上回ったのかもしれません。失踪当日の不審な電話。ひとみさんは失踪当日、勤務先で何者かからの電話を受けています。職場の同僚の話によると、 その電話の相手は女性で、同僚がひとみさんに取り次ぎをし、ひとみさんは時計を見ながら話していたと言います。電話をかけてきた女性は、名前を名乗らず、増山ひとみさんいますかと言い、電話に出たひとみさんも、好意的な雰囲気ではなく、むしろ険悪な感じだったと同僚は証言しています。また、その女性と待ち合わせをしているように見えたとのことでした。 仕事が終了し、司会医員を出たひとみさん。その後、コンビニエンスストア裏に車を置いてから足取りがわからなくなってしまいました。電話の女性の正体は一体誰なのでしょうか失踪後の不審な一本の電話。ひとみさんが失踪してから手がかりもないまま月日は流れていきます。そして、11ヶ月後の1995年1月4日に、 ひとみさんを名乗る女性から電話がかかってきます。ひとみさん宅では、婚約直後から無言電話などがあったため、電話の録音をしていました。はい、松山です。もしもし、はい、お姉ちゃんだよ。はい<え>、お姉ちゃん。誰ですかお姉ちゃんだよ。どちら様ですかひとみです。は しかし、この電話をかけてきた女性は、ひとみさんとは似ても似つかない声だったというのです。失踪してから約1年、ひとみさんは20代前半ですが、この女性の声は明らかにその年代の女性の声ではありませんでした。ひとみさんの父親は、うちの娘ではないと証言し、家族もひとみさんの声ではないと断言しています。いたずらだとしたら悪質すぎるし、可能性は低いように感じます。 警察の調べによると、この電話は公衆電話からかけられたそうですが、身元の特定には至りませんでした。婚約者の人物像。この失踪に関して、最も不審な人物は、ひとみさんの婚約者ではないでしょうか。ひとみさんが失踪したと知っても、探すこともせず、テレビに出演し、インタビューに答えた際には、探す理由がない。探す手立てがない。などと話し、 挙句の果てには、ひとみさんは自分の意思で失踪したと口にしていたそうです。婚約者がある日突然行方不明になってしまったら、探すことはもちろんですが、落ち込んだり、何も手につかない状態になってしまってもおかしくはないと思います。自分の意思で失踪したと、婚約者はなぜ断言できたのでしょうか。ひとみさんと婚約者の男性は、中学校の同級生で失踪する5ヶ月前に再会したといいます。 男性の実家が飲食店を営んでいて、お店に瞳さんが来店したことがきっかけでした。再会からすぐ交際に発展して結婚することになったそうです。再会から結婚までの期間が短いこともあり、この婚約者が最初から何かを企んでいたのではないかという疑問も抱いてしまいます。この婚約者の男は、一体どんな人物だったのでしょうかこの婚約者、 なんと、ひとみさんが失踪してから、元カノとよりを戻し、結婚したという情報があります。しかも、11ヶ月後には、子供も生まれているというのです。ということは、ひとみさんが失踪してから、すぐにその女性とよりを戻したことになります。11ヶ月後といえば、不審な電話がかかってきた頃。もしこの不審な電話に、婚約者の男性が関わっていたとしたら、どのような経緯でこのようなことをしたのか。 皆さんはどのように推測されますか二つの疑惑。ここまで婚約者の不審な言動などについてお話ししてきましたが、この事件には二つの仮説が浮上しています。一つ目は暴力団に殺害されてしまったということです。ネット上でもこの説を唱える人たちがいました。書き込みによると、婚約者がひとみさんの他に付き合っていた人、二股の父親が、 暴力団関係者で嫌がらせ等も全てこの人たちの仕業で最終的には殺害されてしまい遺体も分からないように処理されてしまったのではないかと言われています。婚約者が異常なほど冷たい態度だったのも背後にいる暴力団関係者を恐れていたのかもしれません。二つ目は婚約者の男性が自ら手を下したということです。婚約はしたものの他に付き合っている女性がいて ひとみさんが邪魔になってしまって殺害されてしまったのではないかと言われています。しかし、結局婚約者の男性は容疑者として疑われることはありませんでした。その理由として次のようなことが考えられます。婚約者側には警察の捜査を跳ねのけるほどの権力者がいるという説です。もしそうなら事件を起こしたにもかかわらず、罪を償わずに普通に生活していることになります。 何とも許せない話ですね。そして事件後にひとみさんの母親はこんな話をしています。娘のことを思うと、心の中から笑ったり楽しんだりできない。いつも頭に引っかかっているから、心から喜ぶ気持ちになれない。亡くなっているのか、生きているのかもわからない。きっとご家族は、ひとみさんがどこかで生きていることを信じて、 日々を過ごしているはずです。30年以上過ぎた現在も、みさんは行方不明のままです。結婚を目前にした花嫁は、あれから一体どこで何をしているのでしょうか。かなりの時間が経過してしまいましたが、何らかの形で事件が解決されることを願わずにはいられません。